ひろみつ、一気に吹ける。言われなきゃ誰だか全く分かんなかった。おじいちゃんや。今時のじじいにしては老けてるよな。なんか持病とかあるんやろか。一回顔面麻痺やってたやろ。マジでぽっくり浮きそうで怖い。どっかのタイミングでいきなり老けたよな。落合は中日の監督やり始めてから一気に老けたんだよな。就任直後と退任した時に比べるとマジで別人なくらい人相変わっとるからな。記念館リニューアルしててくさ。もう現場復帰は絶対に無理なんやな。